私どもモビーディックはですね、基本的にはウェットスーツを、製造販売している会社です。それで、今こうやって出させていただいているのは、モビーディックのウェットスーツを作る際に出る、歯切れを使ったものやその生地を使って新しいアクセサリーという展開をさせてもらっている。でそこからこういった、形で出展させてもらっています。震災後ですね、地域の仮設住宅の方々にですね、作業の一部を内職という形でお手伝いしていただいております。そこでですね、その石巻に雇用を生むという取り組みを、やらせていただいております。今その中でも、いろんなところで販売していただいている商品がこのチョスの商品となります。チョスという名前で今やっているんですけれども、チョスというそのこちらの方の方言で触るとかいじるという意味があるんですが、それを使ったブランドとして今ウェットスーツの生地を使ったこういった商品が、すごく人気になっておりますので、ウェブとかでも買うことができますので、ぜひ皆さん見てください。そうですね、ゴムなんですけども、ウェットスーツに使うゴムですと、ですね、独立発泡ゴムといいまして、ゴムの中にある小さい泡が、粒の穴がですね、くっついてないというか独立してて、それが断熱材の効果と同じ効果になるというゴムですね。はい、丸みの帯びたデザインは非常にしやすいんですけども、逆にもう形が四角とかそういうのはちょっと、苦手な素材ですので、それを考慮しながらいろいろデザインはさせてもらってます。はい、活動としては震災の前からやってるものなんですけれども、震災後、かなり全国の方々からたくさんの支援をいただいたご恩をですね、こういった商品を通してお返しできればなと思っておりますし、また、石巻発信ということで今やってるんですけれども、その石巻の元気をですね、全国または全世界に届けられるようにこれからも頑張っていきたいと思います。